こんにちは、大峰です。今回は発表されたばかりの新型 iPhone XR のことが一発でわかる解説をしていきます。番組最後には新型 iPhone の企画についての告知もあるんで、ぜひ最後までご覧ください。新しく登場した iPhone XR ですが、発売日はまだ決まっていなくて、10月19日より予約を開始するみたいです。価格は iPhone XS よりは少し安くなって、税別8万4800円となっていますが、ディスプレイやレンズの数、それから材質の違いがあるだけで、iPhone XS よりはだいぶお買い得な機種だなというのが率直な感想です。もちろん細かい部分を見れば 3D タッチが使えなかったり、ディスプレイの解像度がサイズの割には低い、本体の厚みが最近の iPhone シリーズと比べるとだいぶ分厚いなどいくつかありますが、まあ、気にしなければ問題ない範疇じゃないでしょうか。スペックの部分に関してですが、上位機種である iPhone XS や MAX と同じ、一見してこれまでみたいに大きな性能のアップはないように思えるかもしれませんが、まあ、個人的な注目点として気になったのは GPU の性能を最大 50% アップさせつつ消費電力を大幅に削減させることです。それに加えて Core ML の速度が最大9倍と大幅に向上していて、この強化点は普段多くのユーザーが利用するであろうカメラアプリでも相当役立つはずで、インスタグラムなんかで写真を投稿している人なんかにはかなりの恩恵があるのは間違いないんじゃないでしょうか。デモで説明していたスマート HDR やボケと深度の調節みたいな複雑な処理が実現できたのはこの GPU 性能があったからこそだと思います。 iPhone XS や MAX はさすがに高すぎるけど、新機種を買いたいという人であれば XR はかなり魅力的な機種になるのは間違いなさそうです。何よりも XS と違ってカラーバリエーションが豊富っていうだけで、僕なんかは XR の方がいいかななんて考えちゃいますね。いかがでしたでしょうか。今回発表された新型 iPhone の中で僕の方は XS の方を買う予定なんですけど、デザイン的には XR の方が好きなんで正直ちょっと迷ってます。あと、実は今回発表された、XS と XS MAX のこの2機種については1台ずつ視聴者の方にプレゼントするっていうイベントを今考えています。詳細については番組の公式ホームページと公式 Twitter アカウント、それからポッドキャストのこの3つの方で配信してるんで、ぜひそちらの方を確認してください。 iPhone XR でもそのプレゼント企画をやりたいなと考えてるんですけど、まあ、ちょっと迷ってて、まあ、もしよろしければそのiPhone XR が欲しいかどうかっていうのをこの画面の右上にあるアンケートボタンの方からぜひ入力してもらえると助かります。最後に番組のチャンネル登録と、それからいいね評価ボタンですね、それから番組に対してのコメントなんかもぜひお願いします。以上です。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。